はいどうもこんにちは、カジマックです。はぁ、あ、また買っちゃった。ってことで今回はなんと、ギャラクシーのハイエンドモデルを買っちゃいました。ただし、2年前の。いや、でもこれ、僕にとってある意味初のギャラクシー。いやいや、過去に、ミドルローのギャラクシーはいくつか経験あるんですけど、考えたらハイエンドギャラクシーは初めて。 はい、そう普段はミドルロースマホしか買わないし、ミドルロースマホしか興味がないとも言ってるカジマックチャンネルなんですけど、それはあながち嘘ではなくて、普段から買えないからハイエンド買ってないわけでもなくて、ミドルローのコストを絞って、飽くなき挑戦みたいな部分が好きで、今でもミドルロースマホを追ってるんですけど、たまにコメントで、そんなにミドルロー買い換えるなら、ハイエンド1台買った方が幸せになれますよって言われます。はい、これ、もちろん異論は、 ありません。やっぱりミドルローがハイエンドにはどうしてもかなわないコストの壁ってものも確実にあるんで、いや、いいに決まってるんですよ、ハイエンドスマホ。でも、お高いでしょそう、最新モデルはお高い。そこで、これですよ。なんと今回これ、新品を4万円ぐらいで買うことができました。今、M&P n、P、とかで激安販売されている、ある意味2度目の買い時が来てる、これ。 はい、始めていきたいと思います。今回ご紹介するのは、約2年前に発売開始されたハイエンドスマホ、ギャラクシー S20 5G です。今回ご紹介する Galaxy S20 5G、僕が購入したのは、いつもながらのネットフリマなんですけど、たまたまやってたキャンペーンも相まって、約4万円ほどで買いました。正直ちょっと今、 お値段上がってきてる嫌いもあって申し訳ないんですけど、いくつかネットフリマ、初めての方はポイントゲットできる、紹介コード説明欄に書いておきますんで、よかったらご活用ください。で、なんで今さら、ギャラクシー S22 が話題のこの時期に、2年前の S20 を買うのかなんですけど、先ほどお話しした通り、在庫処分なのか、現在どこもアハも投げ売り状態で、条件は様々ですけど、MNP すると激安ゲットできるようで、 なんと最新の日時集計データによると、Android スマートフォンの実売台数ランキング、堂々1位。いや、これやばくないですかでもね、日清月歩のスマホ界、2年前のスマホなんて使えるのかっていうところ。ところがそこはさすがギャラクシー。今見てみても、正直現行最新ミドルスマホでは、叶わないスペックを持ち合わせてると言っても過言ではないです。そしてミドル機では及ばない、コストの壁を感じるのはやはりカメラ。 ここはまだまだ現行ミドルローでは数年前のハイエンドにかなう機種はほぼないんじゃないかと思ってます。ほんとかなやっぱりこれで試したいのはそこ。カメラ機能。なんで今日からまたしっかり使ってみて、そのあたり試していきたいと思ってます。で、今日は開封編。この後開けてちょっとスペック見ていきたいと思います。箱の外観はこんな感じ。あ、店頭でもうすでに開封されているそうで、通電チェックは済んでいる新品とのこと。でね、ここ。 アハモって書いてるんですけど、購入情報では残念ながらドコモモデルらしいです。はい、これ、ツイッターのフォロワーさんに教えてもらったんですけど、アハモ版の方がプリアプリとか少なくて当たりだそうです。はい、ただ今、アハモのロゴが入ったものもドコモで販売されているそうで、今回僕はちょっと外れだったかもしれません。はい、それでは行きますよ。せーの、オープン はい、これが、ギャラクシー S25G。あ、思ったよりちょっとコンパクト。で、ちょっと本体は避けておいて、付属品見ていきます。中身は、まずこれ、赤毛って書いてるんですけど、なんだこれ。あ、これ、イヤーピースですね。ってことで、赤毛チューニングマイク付き高音質イヤホン、USB Type-C のものが入ってます。はい、っていうことは、イヤホン弱非搭載ということですよね。 はい、これはちょっと使わないで片付けておきます。そして、これは、Type、タイプ C2 タイプ C のケーブル。で、あ、これはただの干渉剤で空っぽ。ってことは、これで以上なんすかね。と思ったら、この上蓋、ここに、もう一個箱が潜んでました。こっちには、あ、ケース。 いや、ついてたんすね。あ、僕知らなかったんで、サードパーティー製品買っちゃってました。はい、で、あとは説明書類に、あ、ここにシムピンもついてました。これで付属品は以上。はい、それでは、本体、いきますよ。せーの <laughs> えぇ、ー、来たー <laughs> はい、これが、ギャラクシー s 2 0 5G。 あ、こんな感じか。ちなみにカラバリは、コスミックグレー、クラウドブルー、クラウドホワイトのうち、グレーを購入しました。あ、ちょっと汚れちゃった。この前ご紹介した、このフッ素クリーン液。これめっちゃ気に入って、あの後またダイソーさんに行って、3本買い増ししました。あ、はい、綺麗になりました。これが、ギャラクシー S25G。あ、やっぱりこれ。 めっちゃドコモって入ってますね。あ、これがあるから、正直ドコモのキャリアスマホは苦手です。はいで、あ、これ保護フィルムも貼ってありますね。あ、これも買っちゃってました。あ、このあたり、キャリアモデルとはいえ、嬉しい心配りですよね。にしてもこのサイズ感。いや、これ悪くないですね。サイズは 152×69×7.9mm。重さは 163g と、今メインで使っている、 Mi 11 Lite 5G には劣るものの、十分コンパクトで軽い。で、本体ぐるっと、こんな感じで、正面向かって左側。こっちには何もなくて、上部にシムトレー。で、マイク穴かなそして向かって右側。<laughs> この側面もかっこいいですね。電源ボタンに、音量ボタン。だけですよね。あ、結構シンプル。そして下部にもマイク穴。タイプ C ポートに、スピーカー穴。 ただこれ一見モノラルなんですけど、スピーカーはこの状態で左右に配置されているとのことで、この辺りもやっぱりさすがハイエンドですよね。背面ガラスなんで、ちょっと指紋は付きやすいけど、拭き取りも簡単。っていうか質感はもう言うまでもなく極上。ちなみに防水防塵お財布形態、NFC も搭載。この辺りは日本では必須ですよね。で、カメラの出っ張りはこれぐらい。 思ったよりもちょっと出っ張ってますかね。ま、あでもケースつけたら気になるほどではなさそうです。はい、それでは電源入れますよ。せーの、オンはい、起動しました。軽く設定済ませます。今、設定の途中なんですけど、ホーム切り替え、どこも LiveUX か、OneUI ホーム、これを選ぶ選択肢が出てきたんですけど、 僕はこの 1UI、これを選択します。はい、これで、設定終わりました。それではまず早速、豆腐くんを切るします。で、このボタンの配置、僕は戻る左派なんで、これに変えて、で、さらにディスプレイ、動きの滑らかさ、これを 120Hz にしておきます。はい、これが、Galaxy S25G 0。 ドコモモデルの初期画面。2ページ目は、こんな感じ。プリンアプリは、まずドコモ、ギャラクシー、グーグル、安心、クーポンショッピング、SNS。で、2ページ目。はい,い、こんな感じ。やっぱりドコモモリモリ。で、初期ストレージはこんな感じ。128GB 中、18%23.63GB 使用してました。 それではざっくりスペック見ていきます。ディスプレイは約6.2インチ。クワット HD プラスダイナミックアムレット UKL。リフレッシュレートは最大 120Hz。チップセットはクアルコムスナップドラゴン865。ラム容量はなんと 12GB。いや、これ僕ゲームやりませんけど。結構ゲームも快適にできる性能ではないでしょうか。 で、生体認証は指紋認証と顔認証。ちなみに指紋認証は画面内認証となってます。そして僕が一番気になっているのはカメラ。超広角12メガピクセル。広角12メガピクセル。望遠カメラ64メガピクセル。この3眼カメラとなってます。で、インカメラはパンチホールタイプですけど、結構小さめですよね。こういったあたりもさすがハイエンド。で、このカメラ。手ブレ補正も当時、 結構凄まじいものだったとのことで、このあたり全般、今使ってみるとどうなのか、一番気になってます。ちょっと、指紋認証、顔認証やっときますね。まずは顔認証、いきますよ。せーの。もう一回いきます。せーの。もう一回いきます。せーの。爆速。指紋認証は、せーの。もう一回いきます。せーの。 もう一回行きます。せーの。はい、こんな感じ。やっぱり画面内認証だからか、やや遅う。まあでも顔認証あるんで、このあたりはこれでも、十分かな検証していきたいと思います。ただ僕はスマホリング派なんで、指紋認証一番いいのは、向かって右側面になるんですけど、背面よりはこの、正面にある方が好みです。で、今回これ、正直新しいスマホではないんで、 アンツツベンチマークテストやりません。ネットで情報を見る分に、だいたい50万半ばあたり。フリーザ様に近いスペック。やっぱりハイエンド CPU にモリモリラムはだてじゃない。全体的に手抜きなしというか、コストかけまくってるんで、今時のミドル機と比較しても、全勝してると言えるんじゃないでしょうか。いや、悔しい。で、今回実はこの S10T、お安くなってきた上、さらにお安い出物を見つけたんで、あまりリサーチせずに飛びつきました。その結果、 最近でこそ、キャリアモデルってやっと物理シムと E シムのデュアルモデルが出てきたりもしてますけど、これは当たり前のシングルシム。しかも本当忘れてましたけど、対応バンドちゃっかり塞いでるバンドもあるわけで、まあ 5G はぶっちゃけ、僕の生息地域では、まだまだ現実的ではないんでいいとして、LTE。このドコモモモデルに関しては、ソフトバンクで必須回線であるバンド138のうち、8が非対応。 あ、じゃあ S10T は、au 版も出てるし、p ぼ2 0で運用しようと思ったら、au 版とドコモ版、やっぱり対応版と違ってバンド違って、バンド塞ぎがあります。なんで au 必須のバンド1、18のうち、このドコモ版18は非対応楽天モバイルの3は使えるけど、 いや、これ正直僕の Y モバイル楽天モバイルを指してる m e レブンライト 5G 免疫からするとちょっとメインを貼るにはしんどい。なんで正直もうすでに免疫としてはあくまで僕的にはないかなと思いつつもせっかくなんでドン楽天モバイルはい、無事通信できました。SMS 認証もできたんでしばらくはこれ楽天モバイルで使ってみたいと思います。 ということで今回はここまで。この Galaxy S25G。関連リンクは説明欄に書いておきます。ぜひチェックしてみてください。いやでもね、ほんのちょっと触っただけでも、十分ハイエンド。リフレッシュレート 120Hz。もうほんとヌルヌルで、吸い付くような感じ。いややっぱり素晴らしいですよね。 僕もここ数ヶ月全然ハイエンド触ったことないわけでもなくて最新ハイエンドもいくつかご提供で触ったりしてますけど僕程度ライトな作業に使う分には全く遜色を感じませんなんで僕みたいにコロコロスマホ買い替える趣味がなければやっぱりハイエンド1台買っておけば数年戦えるってことがもうこれですでに。 証明されているような端末で、なお今の現行ミドルに劣る部分もないと言っても過言ではない。ってことで、まだ数年戦えるスマホと言えそうです。なんでいやいやハイエンド高くて買えないわって方は、新しいミドル買うよりも、こういう型落ちハイエンド、投げ売りの機会に買い換えてみるのもいいかもしれません。じゃあやっぱり僕もハイエンド行きたいかというと、それとこれとはなぜか別で、 やっぱりミドルローも大好きで楽しいんすよねなんでこれからも基本はそっち路線追っていきたいと思ってますそしてこのギャラクシー S205G 今日からしばらくメインではないけど SIM を挿して使ってみてまたカメラ編とともに使用感かのお話してみたいと思いますなんでよかったらカジマクチャンネルお済みでない方は是非チャンネル登録お願いしますコメント評価もいただけると嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうカジマクでした